ワイトラモス入ってきた、キックアウト、さあ島谷入ってきてジャンプショット、柔らかいショット決まりました。5、6点ぐらいにとどめられるとかなりいい入り方かなと思いますね。ラモスステップバックからのショット、ペリメーターからのショットで2連続で得点を決めています。ここでスリーもありますからね、はい、ここです。さあ後ろから狙っていた、島谷が奪った、イージーバスケット決まりました。今のは島谷選手がよく狙ってたっていうのとマウントを重ねると、はい、北海道は一歩やられたくないプレーですね。松下1本目来ました、まあ、ポゼッションの回数がリーグ6番目の仙台を受ける。スクリーンを使いながらブロックしたウェルシュ。さあ走りたい北海道、クリーナーがここにいる、これがクリーナーだ。まさにリブランです。そうですね、本当にまさにリブラン、この献身的な遅れてしまいましたね。そして仙台の強度の高いディフェンス、なかなかその中でスピードでいった寺園、この寺園選手の魅力。さあここから北海道の反撃なるか、中野塚さん受けるエルボージャンパー、ここも決まった。2連続であのネイルの位置から決めていきました。そうですね、まあ、左右でそこにドンピシャで入れる島谷選手も素晴らしいなと思いますね。ジャッが光ってますね、はい、そしてフェリシオゴールした、アウバッター、アレンが手を出していたが、そしてラモスが行く、ラモスが行った、ファールもあった、エンドワン、バスケットカウント。よかったですね、今なんかおそらくですけどわざと、ただその奥にはフェリシオがいます。フェリーアレン外からスリーポイントを狙ってきました。そうですね、クリーナー選手のペイントもありますし、とにかくファールでもいいのでもらって点数につなげたいですね。ステップバックからラモス、スリーが予約きました。今日1本目のスリーです。ラモス入ってきた、ラモスからウェルシュのショット来ましたね。スイッチを入れ替えるかっていうところは一つポイントかなと思いますね。トップの位置から島谷のスリーポイントが来ました。チームとしては今日4本目、そして早くも仙台はタイムアウトを取りました。ディフェンスから、まあ、あのフリースローも含めてで、ここに来てアレン経由、松下、松下前が相手狙えた、スリーが来ました。今日2本目のスリーです。今のスリーポイント18得点並びました。さあ寺園スクリーンを使ってジャンパー、また11点差ですからね。北海道はとにかくアタックしてですね、ファールチャンスですから。関野自ら狙っていく、決まった。おそらく残り1回ずつのポゼッションになるかと思われますが、寺園がスリーポイント来た、これが寺園だ。ここまで伸ばしてくるんですね。そうですね、2のジャンパーありなんですけどね、はい、残り3秒でどうアレンジするか。中野選手残り時間がない、ディープスリー、中野とんでもない距離を沈めてきました。さあ今度は北海道が島谷、コースが空いている、北海道逆転。こちらとしても緊張が伝わってきますね。そうですね、見てる方は本当に楽しいゲームですけど、やってる方は気持ち、中野の前が相手決めた、スリーポイント2本目。さあ時間をかけたくない北海道、ドワイトラモス、クリーナー外からスリーを狙ってきた、ね、もうアイソレーションのような形。さあテラソロスピードを使ってクラッチシュート、決まった。相手のエースであるフェリシオ選手の上、テラソロ、寺園トップの位置でクリーナーのスリーポイントが来た。今日2本目のスリーポイントです。本当にこう献身的な見えないプレーが素晴らしいですね。島谷自分で狙っていく、スリーポイント、島谷これで21得点。一方の北海道としては ある程度こういいオフェンスをデザインしながら時間を少しずつ使っていきたいところですね。はい、寺園のジャンプショット、これで点差が9点に開きました。16得点、いいですね。これはアスリートでよく言われるゾーンに入っているというやつなんでしょうかね。そうですか、どう動くかですね、クリーナー、フィニッシュがついている、クリーナーが入ってきた、青木からのパス、ここでジュザーが鳴った、シーソーゲーム、
両者一進一退の攻防、最後に制したのはホーム北海道です。これで北海北エールでホームで3連勝、97対88、100点ゲーム目前という最終的な結果になりました。